はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は大徳の決断法パープキット日本プレーの続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、マダガスカル沖、ここでイギリスの戦艦部隊と交戦、まあこれですね、敵の第13艦隊と交戦して、この空母要する第6艦隊他随伴する2個艦隊の3個艦隊で迎撃に当たったんですが、まあそのうち空母に随伴する2個の艦隊は壊滅という、まあ痛手を受けたんですが、この重要拠点のマダガスカルはなんとか死守したというところになります。で、今回はこの続きになるんですが、まずですね、補充は済ませてあるので、艦載機、飛行機ですね、一旦マダガスカルにはこの第6艦隊をこのまま置きます。で、まずはですね、この黄海から東地中海に向けて、ドイツですね、ドイツの動きが少しやすくなるような支援を、まあ、してあげたいなというふうに考えています。じゃあそのためにですね、今回はこの黄海に向けて艦隊を動かしていきましょう。アラビア海にいるのが、主力の第3、第4艦隊、これが空母艦隊ですね。まず第3艦隊は正規空母4隻になります。最新鋭の基地型洋上空母150機搭載できる基地型洋上空母はまだ未配備なので、飛竜型の空母ですね、これらが入っているというところになります。それに第5艦隊はもう完全に随伴するだけという感じにはなってしまうかなと思うんですが、それでもですね、一応提督を潜水艦には乗せて少しでも提督たちのね、底上げを図っていきましょう。では内政は一通り済ませてありますので、航海に向けて艦隊を動かしていきます。ドイツがこのね、黄海守れるかっていうと、守ったか、危なかったね。で、ドーバー海峡に侵入したところは、まあ一つの飛行場破壊、まあ飛行場自体がだいぶダメージを与えてるようですけどね。ドイツ軍の艦隊の方はというと、まあ、U ボートの潜水艦隊が第5艦隊で、第7艦隊はルードルフ戦艦一隻撃沈されてますね。あとは14世艦に従順というところか。やっぱりこの戦いに日本軍が介入しないとドイツ軍は押されたままになるので、介入していきましょう。まあ、なんといってもドイツはやっぱり陸軍のイメージが強いですからね。ここは海軍国家日本が支援をしていきましょう。で、まずは飛行場をね、叩けるうちに叩いちゃいましょう。お、いきなり発艦したか。発艦してるね。どこも発艦してるか。先にできればね、敵の飛行場を叩けるうちに叩いてしまいたいので、味方の爆撃機、雷撃機飛んだ後に敵の艦隊発見か。しかも空母もいるね。敵艦多いですね。第2艦隊、山本五十六率いる第二艦隊がちょっと前線に突出してるんで、これしっかりカバーしていかないと、第二艦隊というか、まあ第四艦隊かな、そういう意味で言うと、がやられちゃいますね。重要戦艦レパルス、この辺りを潜水艦でしっかり仕留めたいね。
新大手笠谷、これは撤退だな、撤退させましょう。直縁機が何してる、イーグル撃沈してますね。あとは団子になって身動きが取れなくなっている、ここですね、正規空母カレイジャス、この辺りの戦艦空母をまとめて葬り去りたいな。なんとかこの戦艦沈めたい。よし沈めた、これで秦王は逃げ切れるね。カイレジャス、カレイジャスですね、これ撃沈してるな。正規空母です、敵の正規空母。これも護衛空母、軽空母ですね、はい、ここも撃沈して完全にこの航海、東地中海の制海権を確保したいところなんですが、ちょっと数が多いね、航海の守りが。さすがにで味方はやっぱり爆撃機の数が割合的には多いんで、敵の特に足の速い駆逐艦巡洋艦にはね、少し手こずるんですよね。そこがうまく団子状態になってるったりするところに爆撃機が殺到できるような局面が作れれば、もちろん優位に戦えるんですけどね。幸い敵のどうだろう、飛行場にはあんまりいないね、敵の攻撃機と呼ばれるようなものが。駆逐艦がやられた。この第一飛行場には爆撃機、雷撃機が、10機前後配備されてるね。まずはこれで、一旦敵の艦隊は退けられたのかな。航空隊発艦、航空隊発艦。そうか、そろそろ揚陸艦も数をちょっと揃えておきたいですね。1個占領する場所に1箇所ぐらいは飛行場を占領するっていう、考え方を選択肢として用意しておきたいので、次のターンでちょっと揚陸艦をまとまった数4隻前後、4隻から6隻ぐらいかな、作りましょう。でそれを主力の艦隊の、艦列に加えます。
じゃあちょっと時間を進めていっちゃいましょう。敵艦発見。敵はこれは座礁しているリベンジだな。届いているわ。これも座礁している敵の、なんだろうね、あ、巡洋艦、従順クラスの戦艦船ですかね。ちょっと発見したものの中身が見れていませんが、やれるよな、普通に攻撃戦すると駆逐艦で従順ですね。ここは雷撃で仕留める方が確実でしょう。あ、戦死するってケースもあるんだね。今画面の左下にクラッチ例少々戦死という情報が出てますけど、さあ雨が止んだら味方の空母から飛ばしていきましょう。もうおそらく敵の水上部隊はすべて、撃沈もしくは撤退させていると思うので、あとは敵基地の攻撃ですね。航空隊発艦。ちょっとここは指示を自分で出した方が良かったな。無駄に一回空撃を行わせちゃうことになっちゃいましたね。味方は空母が大破したものの、一旦は撤退させたので撃沈されているという状態ではないはず。ではこの第二飛行場にも爆撃機を飛ばしていきましょう。洋上基地型の空母ができるまではね、まだまだ航続距離、あとは、艦載機、飛行機の数も十分とは言えないので、この後ね、新しく新設した洋上基地型空母部隊、これの到着を待ちたいところなんですが、おそらく待ってるとドイツ軍がさらに疲弊してしまうことが考えられるので、一旦東地中海まで進攻してですね、ドイツ軍に、移動する範囲を広げさせてあげたいかなというふうに思っています。味方の、ここにも座礁している敵の戦艦がいるね。ロイヤルオーク、ロザリン、さらにもう一隻巡洋艦がフッド、この3隻が座礁してる。この3隻は沈めちゃおう。まだ2日目の昼なので飛行場は2つ破壊済み、もう1箇所ありますが、まあ十分に破壊できる時間的な余裕はあると思うので、ここはこの3つの戦艦
これを沈めてイギリス軍の艦隊戦力にもう削いでいきましょう。特にイギリス軍戦艦が多いイメージがありますからね。ここまで一方アメリカはやっぱり空母が多い。戦艦はね今ガリガリ削ってますけど沈まないですからね。なかなかやっぱり戦艦狙うには雷撃機、魚雷攻撃が一番なんで。まあでもこうやって足が止まった戦艦は近づかなければ何もできませんからね。あとはひたすら味方の空母から攻撃機を出すだけ。まあ、ただ2日目のうちにやっぱり沈めてはおきたいですね。これ3日目とかになってまだここを攻撃してるようだといよいよ飛行場の破壊という任務が危なくなってくる。率もそんなに高くないんでしょうけど、それにしてもこんだけの飛行機に殺到されてもなかなか沈まないですからね。よしこれで、敵の戦艦2、巡洋戦艦1、計3隻大型艦撃沈しました。あとは飛行場1つ、これは3日目におそらくずれ込むかなというところなんですが、まあ、いずれにしてもね近づけておきましょう。了解。了解。了解。今この団子になってるこういう状態で敵の戦艦部隊とかが突入してきたりするともうてんやわんやって状態ですけどね。よしこれで航海は取れました。一応味方の被害の方を確認しておきましょうか。味方の方はですね潜水艦3隻、これが撃沈されてます。で第3艦隊から正規空母新王、これが大破、さらに従順が1隻、駆逐艦が2隻、これは撃沈されてます。で戦艦の方はですね、一応敵の第2第7第15艦隊が投入されていて、まず戦艦が中心の第2艦隊、これほぼ壊滅させています。まあ駆逐艦1隻と計巡1隻取り逃してますが、まあ、ほぼ終わらせています。で第7艦隊の方からは戦艦3隻を撃沈、巡洋戦艦1隻が中破で、軽空母2隻、これ取り逃してますが、リベイラに関しては大破させてますね。まあそんなところなので一旦はねこの航海、あと東地中海もだいぶ有利に戦いが進められそうな感じがします。戦略爆撃機、これはすぐに開発しよう。あと航空用の素材、さらにアングルドデッキ、よーしこれを待ってたよ。
発汗速度がアップすると単純に空撃できる回数が増えますからね。この3つどれも欲しいので、今回この3つ全部入れていきましょう。ではまずはいつもの内政からやっていきます。まず兵器開発、忘れないうちにさっき見た3つこれをやっちゃいましょう。お金がちょっとないかな。技術開発はその分薄くせざるを得ないですね。で、物資援助、今回はアルミはあげられないんだよね。本当はアルミをね、供与したいところなんですけど。で、生産の ラインなんですが、まずは航空機、数がどうしても必要になってくる、重爆ですね。虹の重爆1型これを全部生産しちゃいましょう。で、輸送船も4隻、これでもうやれることなくなっちゃったかな。航海に、忘れないうちにというところで配備していきましょう。マダガスカルとかって配備済み？配備済みだね。で、艦隊の動きなんですが、まず航海に入った、山口多門が入っている第3艦隊、これをちょっと一旦引かせざるを得ないな。インド洋でドック入りさせましょう。で、第4艦隊の方は増強します。艦載機ね、中学、これを40まで増やしましょう。雷撃機が全くないな。これ虹の重爆を増やしておきなおう。雷撃機がないと艦隊戦になった時にね、結構つらいんですよね。次回は虹の雷撃機、攻撃機ですね。これちょっと増やさざるを得ないかな。ではアラビア海から東中海、ちょっと東中海情報がないのが気になる。そしてちょっと一旦だけ待ちますか。一旦だけ待ちましょう。一旦待って、敵の動向を探りたいけど金がないのか。やっちまったな。しょうがない。ドイツ軍がきついことしてるな。よし、洋上基地型空母さらに2隻完成してますね。あと高性能ソーダ、これはまあいわゆる潜水艦対策ですね。で、ロケット弾と、これも早々に開発したいけど、今回はもう忘れないうちに、いつも忘れちゃうんで、揚陸艦ですね、これを最低4隻というか、まあ、4隻しか作れないかな。このあとね、ちょっと先に見ておきたい内容が多すぎるので一旦4隻にとどめましょう。その上でいつもの内政を入れていきます。兵器開発は新型兵器、これロケット弾はすぐにでも開発しちゃいましょう。で、航空機はちょっと難しいかな。今回あえて時間を使ってまでやる必要はないかな。大型の形状これも欲しいですけどね。で、技術開発は薄く入れます。薄く。で、物資援助は鉄、これを今日本当はアルミ上げたいんだけどね、アルミ上げる余裕がないっていう。そしたらこっからまず航空機、雷撃機の数が不足しているっていうのはさっき見ていただいた通りなので、雷撃機、虹の攻撃機ですね、これを71、
もうこれで金がなくなったね。金も鉄もアルミもなくなった。この後どうするかだな。鉄があるんで生産しましょう。で、生産するのは空母の随伴艦が欲しいので、まず防空巡洋艦ですね。これは絶対に数が欲しいので、あとは問題はこの防空の巡洋艦が砲撃戦がこなせないんでね。足の遅い、巡洋艦、高速巡洋艦じゃなくて足の遅い巡洋艦をちょっと一隻作りましょうか。何をベースにするかだけちょっと検討しましょう。もう本当に足は遅くていいんで、この貝も最上型をベースにちょっと設計入れてみよう。まず魚雷はこのままにして、手法もこのまま、速度はその分27ぐらいまで落とします。で、落としていい理由は空母に随伴させるだけなんで、これでマックスだな。まだまだ余裕があるので、まず航空機の数、でも航空機の数増やす意味もあんまりないからな。航空機の数を落として、代わりに魚雷をじゃあ3連装から5連装ぐらいに変える。いや、でもそれだったらやっぱり主砲をもうちょっとでかいものに変えてあげたいよね。主砲、いや、後部も2連装のものを2機、3機と乗せて、いや、全部は 3連装にしよう。3連装、3連装の2連装、2連装で、これを2門ずつ。これでもまだ余裕あるもんね。で、あと何ができるかというと、そうなると、金はかかるけど、ちょっとでも装甲を上げていきたいよな。ちょっと待ってくださいね。そうすると魚雷はやっぱり3連装に戻して、主砲もどうだろうな、3連装いる？ 2 連装に戻して、で、その分ちょっとでも耐久を上げていきたい。あー、やっぱ船体の走行は上げられないか。あー、悩ましいね。これまでかな。これでじゃあ行きますか。で、防空巡洋艦という形にしますか。6文字まで入りますからね。防空巡洋艦という形にしましょう。で、2週間後から設計に入れるというところになりそうですね。で、お金は一旦あるものを全部使っちゃいましょう。どうだろうね、潜水艦何隻か手持ちでは欲しいよな。実際に、それを運用するかどうかは別にして。そうすると、どうしようかな。あんまりね、立派なものである必要はないので、お金、鉄が一番少なくていいものを適当に見繕うと、巡視船の1型かな。これをじゃあ、残り、鉄とお金を使って建設、建造化していきましょう。まあ、潜水艦隊も壊滅したとはいえ、一応ね、
使えるシーンっていうのはあるんで、用意だけはしておきます。で、東地中海の様子を見ると、東地中海もなかなかきついよな。イタリア近海にはドックがあるからまだドイツ軍も頑張ってるけど、まあそうは言ってもこうイタリア近海なんてもうかなりきつそうだもんね。でイタリア近海でもたもたしてると、これ見てわかる通り、追い込んだイギリス艦隊がイタリア近海に侵攻する可能性がちょっとありそうなので、一旦今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回はですね、多少強行してでも東地中海にいるイギリス軍を壊滅させて、イタリア近海にいるドイツ軍、これを助けてあげようかなというふうに思います。ではじゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。